こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。イルカの時間です。あ、まなかったね。そう、まあ、いいじゃん。昨日ね、うん、美味しいもの食べたから。そうですね。昨日はね、なんかね、食の祭典、私にとってはだよ。うん、食の祭典みたいな、うん。普段は全然なんだろう、あんまり気にしたい人なんだけどさ、うん、昨日たまたまなんだけど、うん、念願かなって、うん、3552食堂さんで、きよちゃんのお誕生日会を。そうだったね。あれはね、あの東武東上線の鶴瀬って駅で。そう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 。な、うん、ば、まあ富士見の市なんだけどね。あ、そうなの。あれ富士見の市とね、うん、入間郡三好町か。うん、そんな本当に境目にあるみたい。うん、そうなんだ。うん。だって大英があるでしょ。あの大英が、大英三好店なんだから。うん。うん。というポジションなんだよ。そうなんだ。そう。そもそもは一番最初のきっかけはあなたがサンスマイルさんだよね、うん、そう、そこに、うん、富士見の市にある富士見の駅のそばだね、うん、サンスマイルさん自然食の店、そう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 、うん、そこで久々にお話を聞いて、うん、バーベキューやりますって聞いて、うん、もう涼しく小笠原メンバーも誘ってみんなで楽しくバーベキューをして、うん、そこで明石農園さんだとか、あとその3552食堂さんとか、うん、ぐるりごはんさんとかね、うん、関野さんの農園とか、うん、なんかいろんな人とこうつながりができて、そうそうそう、うん、一度行ってみたいと思ってた、うん、そうだよね、絶対美味しいに違いない、うん、あの芋掘りの時にさ、うん、明石農園でやったね、うん、寄ったんだけどちょうど休み時間だったな、そう、あのランチと夜のご飯の間で、もう小笠原メンバーでぜひ行こうみたいな、食べれなくてもケーキだけでも食べようとかって言ったら、ちょうど休み時間だな、そう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 、うん、でその前でこうさ写真だけ撮ってさ、そうだね、うん、あの時は悲しくね、大英の近くのロッテリアでミーティングしましたみたいな、うん、 ね、その流れだったんだけど、そうだね、やっと行ったわけ、うん、ね、だからキエも基本も全然知らなかっただよな、うん、だって行ってないもん、そうだよな、うんうん、だからどういうとこか知らずないまま来たんだけど、うん、もう感動してたね、感動してた、うん、キエなんかピザ2枚食べたからね、そうだよね、あ、美味しかったね、あ、ピザがいい、うん、なんかあの子がだから結構イタリアン系が好きなの、ああそうだね、でパスタとピザも食べたね、ピザが人だったみたいで、そうだったね、ピザ2枚食べたし、うん、まあ、今日はねお誕生日ということで、うんうん、あの野菜も美味しいって言ってたし、うん、あとねお誕生日でこう本当にデザートのプレートに、うん、あのキホちゃんお誕生日おめでとうって言って、うん、かわいいイラスト猫ちゃんと、あとイルカさんも書いてくれて、うん、もうなんか喜んでたよね、そうだよね、うん、でもね、あの豚肉もあるし、それが鶏肉ね、そうそうそう、美味しかったよね、私あの鶏肉食べに行ったんだもん、なあ、写真が出てたんだよ、実はそのホームページっていうか、うん、フェイスブックだったかな、うん、もうこれは絶対美味しいに違いない、写真からこう、うん、オーラが出たわけよ、美味しいオーラが、うん、でもさ、ああいう店って割とさ、うん、肉は出しませんとかさ、全部ね、な、あるじゃん、分かる分かる、グルテンミートのなんとかとかね、うん、そうじゃないところよ、だからちゃんとしたお肉、ね、ちゃんとしたところで放牧されている動物さんたちっていうのをね、うんうん、命を感謝していただくっていう、そうだよね、うん、そういうのがやっぱり、うん、やっぱ完璧に野菜だけだとやっぱ私もちょっと寂しいな、そうだね、うん、正直ね、うん、そう、美味しいと思うよ、うん、うん、そう、でもね、野菜もね、俺普段生野菜食べないけどさ、うん、ね、そうだね、うん、美味しかったね、美味しかった、美味しかった、うん、バーニャカウダで食べた、うん、うん、だからね、野菜が、子供たちがさ、野菜がすごく美味しいからさ、うん、これキヨにお土産持ってこうとか言ってさ、うん、許可をいただいて、ね、いくつか刃物と人参とね、うん、持って帰って、うちのうさぎの記憶にね、うん、持って帰ったんだけど、いや、ちょっと感動だったもん。そうだね。だからああいう仕事もさ、うん、本当にね、ただその儲かるとか儲からないとかさ、うん、そういう経済してだけではね、やっていけないのよ。やっぱりこう、すごいやっぱ哲学がないとね、うん、だからあそこのマスターもさ、うん、やっぱり自分でこう深い哲学を感じながらさ、うんね、こうした方がいいとかさ、うん、食はどうすればいいんだろうとか、うんうん、食だけじゃないよね、うん、活動は、活動というか3552食堂、それにねサンスマイルさんもそうだし、うん、明石農園さん、関野さんやらさ、うん、みんながさ、うん、やっぱり協力し合ってやってるわけよ、うん、自然栽培っていうのをベースにしながらな、うん、で同時にそこに福祉っていうのが入ってきて、うんね、だから農業と福祉をこう連携させていこうっていうね、うん、そういうこう活動とともにやってる、うん、だからこれはさ、やっぱりもう損得でできるもんじゃないよ、やっぱり社会性を持った仕事をやっていきたいっていうふうな思いがあってやれることであってさ、やっぱりそういうエネルギーがそこに集まってるから、やっぱりそういう人たちが集まってくる、うん、
だから気持ちいいというところがあると思うんだよね。まあもちろんね、うん、でただそれだけじゃなくてやっぱり美味しいというのもないとさ、いくら気持ちがあってもさ、ね、だから畑から取れました美味しいですって言って、うん、なんかね、人参一本ボンとお皿に出されてもさ、うん、やっぱり人間はダメで、やっぱり目でも楽しまなくちゃいけないし、うん、ね、もう舌でも味わうし心でもっていうか、うん、やっぱりそれがないと、そう、美味しくなったのよな、続かないし、食べ物ってね、うん、やっぱり美味しいのが必要、うん、うん、体にいいから食べるっていうことじゃなくってさ、うん、別に健康のために食べてるわけじゃないから、ね、健康も一つだよ、うん、そうだよね、でもやっぱりその時の楽しみとかさ、うん、あるいはどういうメンバーで食べるかとかさ、喜びとかさ、うん、あるよね、そうだって、おばさんが言った時はさ、うん、魚肉ソーセージだよな、スーパーでさ、そんなスーパー品ぞろえいっぱいあるわけじゃないからな、そうだね、魚肉ソーセージとか缶詰とかさ、なんかレトルトのさ、そう、レトルトのカレーだとかさ、買ってきて、うん、あのご飯もね、パックだよね、パパッとライスだよね、そう、うん、それでさ並べてみんなで食べたらさ、それが最高のごちそうになるわけだからさ、そうだよ ね、 ね、あれはあれでいいんだよね、あれはあれで俺いいと思うんだよね、そうだよね、そう、うん、だからああいう本当にいい食材で美味しく料理したものを、うん、楽しいメンバーで食べて、うん、食べるって最高だよな。まあそうだね。うん、いや本当ね、ちょっとね、な、うん、昨日は美味しかった。な、うん、だから3552はね、またちょっとね、うん、まあ、パーティーやりたいなと思ってるからね。貸し切りもね、なんか素敵だったから ね、ちょっとお願いして、ね、貸し切りの駅のそばだからさ。うん、みんな集められるかも。ね、あそこでさ、やりたいなと思って。楽しいだろうね、貸し切りパーティーやったから、ね。うん、それちょっとみんなにちょっと提案しようかなと思って。そうだね。うん。それと昨日は、まあ、うん、夜はね、そうやってすごいごちそう。ね、きよちゃんのお誕生日ってこともあって、うん、ごちそうだったし、昼は昼でね、またちょっと、うん、呼んでいただく会合があって、うんうん、それもね、昨日東武東上線だったんだよ。ああ、そうだね。だから昨日はもう東武東上線の旅。うん、まあ、3号5人さんはね、いっぺんうちに帰ってから車で行ったんだけど、うん、東武東上線久しぶりに乗って懐かしかったね、行ってるから、そうだね、ずっとさ、霞が関だったんだから、そうだよね、帰ってたんだからね、うんうん、で東武東上線でちょっとあれ東武練馬か、うん、そこでちょっと素敵なサロンがあって、うん、オープンキッチンもあって、でちょっと要は食のお話であったりとか、うん、環境のお話であったりとか、うん、そういうのをしますって言って行ってきたんだけども、うん、まあ勉強になりましたよね、うん、うん、で私ってさ、まあ、多分ねこういう癒しとかさ、うん、ヒーリングとかやってるからさ、なんかもっとちゃんとしてる人に見られるようなんだけど、うん、あなたしばしてるけどすっごいつぶらなんだよね、もう半額シールとかさ、うん、あ3割引きとか大好きだしさ、そうだね、うん、買ってきて忘れてるからな、なあ、なんか安いからっつって いっぱい買ってきて、うん、なんかずっとどっかにしまい込んであってさ、そういうことは別に言う必要ないと思うんだけどさ、まあ、そうか、まあそういうところがあるから、それは、うん、それはね、まあそれそれでね、うん、面白いんだよそれ。でもね、うん、もちろん例えば紀子がさ、あと、うん、一番長女紀子が生まれてアトピーだった時には、うん、もう本当に大地を守る会とかさ、うん、あとなんだっけ健康食品も、うん、あの子供赤ちゃんが飲める健康食品、うん、こうもう粉のものを練ってさ、うん、こう口の中顎にこうピッとくっつけて、うん、飲ま取らせたりとかさ、うん、したよ私って、うん、でもさ元気だとさついそういうのってさ忘れがちになるんだよ、うんうん、そうだね、でやっぱり何かふっと自分が体調を崩したりした時に、うん、また思い出して慌てるんだよね、うん、でもやっぱり昨日ちょっといろいろ話聞いてて、やっぱり健康な時に何をするかって大事だなって、うん、日頃なんだよね、まあ毎日のことだからな、うん、うん、だからねそこはまあねちょっと茶目を出して宣伝していいかどうか私分かんなかったんだけど、まあ例えば本当にまあまあ、お塩とかさその代わりにこれを使うとか、うん、お塩の代わりにこれを使うとかって、うん、お料理をして、うん、家族に、うん、なんかこれを飲みなさいとか何とかしなさいじゃなくて、うん、自然とね、うん、あの食事の中に取り入れられるような健康食品があったりとか、うん、あとまあやっぱりねあのお手入れとかさ、私も全然顔とかも上がらないけど、うん、やっぱりあの両手をさ洗顔するだけでやっぱりくすみが取れるとかさ、うん、そういうのを実際やって、うん、私はそんなに気にしないけど、うん、本当にこうまあね体のアトピーとかさ、うん、そういう症状を持ってる人にはこれはやっぱおすすめだなと思って、うんうん、がもし、うんまあ、これ聞いてちょっとっていうんだったらいくらでもご紹介するので、ね、ああそういいじゃん、うん、だからいいものはさ、うん、いっぱいあるからさ、うん、まあそういうものはねやっぱ、まあ、こちら目利きしながらね、うんうんうん、そういったものを、まあ、おすすめしていくともいいと思うし ね、うん、だから今でも本当ねがんの人にさ、うん、ね
ちょっと漢方薬をね、うんうん、知り合いの先生が扱ってるのを紹介したら、うん、いやすごくいいんだって言って喜んでくれてるしさ、うんうんうん、ね、お家でお父さんも飲んでるしね、うんうん、そうそう、だからそういうさ、ぜひ、ね、相談していただければね、うんうん、あのいろんなこうものがあるからさ、あと情報としてはやっぱり集まってるのかなと思う、ね、そう、うん、だからその情報で自分でした選択すればいいんだから、もちろんもちろん、うん、あ昨日面白かったの、そのだからお化粧品、私はほらお化粧しないけど、うん、お化粧品もさイカスミでさ、うん、あの作ってるこう舞澄とかいろいろあるわけよ、だから少しでもやっぱ化学物質を排除しようっていう、そういう動きをやっぱあるんだよね、うん、あそう、だから猫にペロペロと舐められそうだな。どうしてそれ美味しい？イカスミがいいじゃん。美味しいかい猫。好きなんじゃないの？信じる。そう、わかんないけど。あ、そう。まあでもいいよねやっぱりね。うん、やっぱりね、まあ、化学物質はできるだけね、うん、まあ排除していくということはね、うん、意識した方がいいかもしれない。綺麗なのバリバリ化粧するからさ、あの子もちょっとそういうのね、うん、勉強、一度勉強させてもらって。した方がいいよ。するしないは、うん、あの彼女の選択だけどさ、そういうものがあるってことは伝えた方がいいかななんて思って。いいね、はい、昨日はね美味しかったし勉強。今日の一日でしたね。充実でしたね。充実です。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。